まないつまないつまないわ。ねえミア、聞いてる？聞こえないふりしてる。なんでよ。あのね、僕この前のハロウィンライブの映像を見返してるんだ。ライブ楽しかったなって、ランジも余韻に浸りなよ。浸ってるわよ。ランジだってハロウィンライブは最高の時間だったって思ってる。ランジは思い出に浸りながらも違うことを考えられるな。だから聞いてよミア。もう仕方ないな。ハロウィンライブが終わっちゃって次の楽しみがないわ。そんなのランジュ耐えられない。クリスマスとかあるだろ。ずっと先だわ。今週末にだって何かしたいのよ。パーティーとか。ならハロウィンパーティーでもしたら。ライブはしたけどパーティーはしてないし。あ、見合ったら天才ね。最高よ。そうしましょう。じゃあみんなに話して。ボシ、みんなには言わないわ。 Why?せっかくならみんなのことをびっくりさせたいもの。だからサプライズパーティーにしましょう。この話はランジとミアしか聞いてないんだから。ユウ、すみません、私もいます。いや、なんかごめん、二人の話聞こえちゃってさ。まあそうだよね、ランジュ声大きいし。あいや、立ち聞きみたいなことになってしまってすみません。でもすごーく面白そうな話題だなってね、ユウ先輩。サプライズハロウィンパーティーだなんてワクワクする。だからさ、私たちも仕掛ける側に入れてください。いいわいいわ、大歓迎よね、ミア。僕の負担が軽減されるから歓迎するよ。もうまたそんなこと言って。でもランジュにはちゃんと分かってるから安心しなさい。何が？口ではそう言いながらミアもワクワクしてるってことよ。はあ、別にそんなことない。ミアちゃんはこういうのあんまり好きじゃない？いや、好きじゃないってわけじゃ。好き？あ、言わない。言葉では言い表せないくらい好きってことね。だから本当なんで？そういうことか。ユウも納得しないでよ。ミアさん、張り切って準備しようね。もう、僕の話聞いて。では、どんなサプライズにするか計画を立てましょう。
どうしたの、ミヤさん。私の顔に何かついてる？いや、雫ってこういうのノリノリなタイプなんだなって。みんなが笑顔になるだろうなっていういたずらは楽しいもん。あと、雫ちゃんはいたずらを見抜くのもうまいよね。そうなの？すごいわね、雫。かすみさんのいたずらのことだったら、すごくわかりやすいですから。さあ、それよりもサプライズの内容です。うわ、ワクワクするな。何しよっか。シェフを呼んでヤムチャパーティーなんてどうかしら。いいね。でもシェフを呼ぶなんて緊張しちゃうかも。そう？じゃあヘリでお台場の空を遊覧っていうのは？ヘリはランジュが手配するわよ。それじゃあ僕たちの出番がないじゃないか。せっかくこの4人でやるなら、力を合わせたサプライズをしてみたいな。そうですね。ランジュさんにばかり頼っていてはいけません。ランジュにはいくら頼ってくれてもいいのに。でも4人でやる方が楽しそうね。じゃあどんなことをしましょうか。ハロウィンだし、お菓子を使ったサプライズはどうかな。いいね。お菓子が降ってくるとか。そうですね。何か皆さんが驚くような仕掛けを。そうだ、皆さんのロッカーをお菓子でいっぱいにするのはどうですか。いいわね。ロッカーを開けたらお菓子が溢れてくるのね。幸せすぎるよ、それ。もう一つくらい何か案が欲しいね。そうだな。びっくりした。チャットの通知？誰から？あ、歩夢からだ。この前のライブの写真、同好会の SNS にアップしてもいいか？だって。すぐアップしてほしいわ。いろんな人に見てもらいたいもの。ユウ、すぐに歩夢に返事。最高の案を思いついちゃった。何ですか？この前のライブで撮った集合写真をケーキに描くの。ケーキに？そうよ。それって難しすぎない？挑戦しがいがあるって言ってほしいわ。チョコペンやアイシングクッキーを使えばできそうでしょうか。かなたさんのアイシングクッキー上手だよね。ああいうの作ればいいってことだ。うんうん、できるかも。思い出のハロウィンライブの感動をもう一度ですね。そんなケーキが出てきたらみんなびっくりするね。じゃあ決まりね。これから忙しくなりそうね。こんにちは。うわ、
物。ちょっと買いすぎちゃった。連絡くれれば僕も一緒に行ったのに。ほら、ちょっと貸して。ありがとう。すごい量ですね、先輩。いや、駄菓子見てたら懐かしくなっちゃって、つい。見て、このパッケージ可愛くない？しかもこれすごく美味しいんだよ。見せて見せて。ちょっと食べてみたい。我慢我慢、ハロウィンパーティーの時みんなで食べよ。ちぇ、まあ確かにそうすべきだ。みんなはどんなお菓子買ったの？月餅って知ってるかしら？知ってます。この時期よく見かけますね。そう、これは本来中秋節に食べるお菓子なの。丸い形は月を表しているのよ。そうだったんですね。日本のお月見でも丸いお団子を食べますから、ちょっと似ていますね。そうね。しずくちゃんとみやちゃんは？私はこのサブレです。鳥の形？はい、これは鳩をモチーフにしてるんですよ。大きくていいね。やっぱりこれぐらい大きくないと。僕はこれ。なんだろうこれ、ネジネジしたグミ？いちご味なんですね。美味しそうです。ステイツではおなじみのお菓子だよ。みんなにも食べてもらいたいんだ。いいわねいいわね。お菓子はこれで十分そうね。あとはイラストケーキですが、私たち大事なことを忘れてましたね。お菓子作り得意って人がいない。彼方とかに相談しちゃう？サプライズだからダメよ。4人でやりましょう。4人でできることっていうと、スポンジは市販のだけど、ケーキのデコレーションを頑張る。そうですね、デコレーションを頑張りましょう。 That's right。 デコペンで絵を描く練習をしましょう。じゃあ、こんにちは。あ、紙袋がいっぱい。片付け手伝おうか。あゆむ。ランジュ、そのあゆむにお願いがあったの。すっかり忘れてたわ。ランジュのお願い聞いてくれる？もちろんだよ。私ができることなら。だったら一緒に来て。ナイスプレイ、ランジュ。ランジュちゃん、頼んだ。さ
歩む、ハロウィンビュッフェ食べ尽くしちゃうわよ。わー、かわいい。でしょでしょ、歩むなら絶対に楽しんでくれると思ったの。お願いって言うから何かと思ったけど、歩むと一緒にこれを楽しみたかったのよ。とっても嬉しいお願いだよ。ハロウィンのお化けたちもお菓子になっちゃうと全然怖くないし、すっごく可愛いね。さあ食べちゃうわよ。うん、いただきます。ランジュ先輩とハロウィンビュッフェ、カスミも行きたかったです。ごめんね、次はみんなで行こう。どんなスイーツがあったの、見たい見たい。任せなさい、ランジュいっぱい写真を撮ったんだから。ほら、うわー、おいしそうです。どのスイーツもとってもおいしかったよ。このタルトとか。歩む、これ3個もおかわりしてたわね。ランジュちゃん、ランジュは歩むとの時間のことは全部覚えてるわよ。いっぱい食べたことがバレちゃう。モーマンタイラ、ニコニコ食べてる歩む、とっても可愛かった。いっぱい食べる歩夢も可愛いよ。他には何が美味しかった？他？全部美味しかったけど、このお化けのクッキーかな。Wow, it's so colorful. お化けなのに可愛い。こんな可愛くなっちゃったお化けなら全然怖くないですね。このカップケーキも美味しそうです。それも最高だったわ。このカップケーキ飾り付けすごいな。カナタなら作れるんじゃない？作れるかはわかんないけど、挑戦したいって気持ちがメラメラだぜ。そういえば今日ってハロウィンだったわね。あ、本当だ。シオティ、トリックはトリート。すみません、何も用意してませんでした。ハロウィンライブのことで頭がいっぱいで。実はアイさんもカスミンとしたことが。何もしないのも寂しいから、部活が終わったらみんなでカフェに行こうか。賛成です。じゃあ今日も部活頑張ろう。ジャージに着替えてランニングです。今日はどこまで走りに？うわあ！アイさんが埋まってしまいました。アイさん、何これ、お菓子？
私のロッカーからもお菓子が。すごいです。 Were you guys surprised? ふっふっふー。さあ、皆さん、ハロウィンパーティーの始まりよ。まったく、もう一言言ってくれればいいのに。みんなにトリックとトリート両方堪能してもらいたくて。なんかコソコソしてるなと思ったら、いや、一瞬歩にバレそうになって焦った。だから私のこと連れ出したのか。ランジは歩とアフタヌーンティーに行けてラッキーよ。可愛いお菓子を見て目をキラキラさせてる歩夢はステージの上にいる時みたいだったわ。ありがとう、ランジュちゃん。私もランジュちゃんと行けて楽しかった。歩夢、ランジュが用意したお菓子も食べて。うん、みんなステージのお菓子も楽しんでくれてる。これがミヤさんの思い出の味なんですね。美味しいです。懐かしいお菓子もいっぱいありますね。どれから食べようかな。アイさんはね、パイがいっぱい食べたいな、なんつって。カリンちゃんも今日くらいはね。わかってるわよ。こういう日のために普段は節制してるんだから。この駄菓子、子供の頃よく食べたわ。これはどう食べるんでしょう。貸して貸して。こうやってビスケットをチョコにつけて食べるんだよ。しおこってば、こういうことには詳しくないんだね。かすみに何でも聞いて。ありがとうございます、かすみさん。どれもボロだね。お菓子に囲まれるのって幸せだよ。こういうパーティーもいいね。ランジュたちのパーティーはこんなものじゃないわよ。なになに、まだ何かサプライズあるの。しずく、いいわよ。はい、じゃじゃーん。すごいわね。このイラストって、もしかしてハロウィンライブの時の記念写真が元になってる。リナさん、正解。なかなかうまく描けてるだろう。最高のケーキだね。あ、ほら、シオッティの顔、楽しそう。アイさんの顔だって楽しそうです。あのライブが思い出されますね。食べるのがもったいないわ。頑張ったんだから食べてくれないと困るよ。ミヤちゃん、ケーキに挟むフルーツ切るの頑張ってくれたもんね。子供扱いしないで。
ごめんごめん。生クリームのちょうどいい硬さを見極めるのが難しかったです。こういうのは経験なんだなと実感しました。カナタさんのこと改めて尊敬します。何事も慣れだよ。それに美味しければ OK。 ねえねえ、食べる前に写真撮ろうよ。賛成です。この立派なケーキを写真に収めないなんてありえませんよね。じゃあみんな並んで並んで、タイマーセットするよ。お腹いっぱいです。駄菓子食べきれない。みんなで分けて持って帰ろうよ。ありがとうございます。いいお土産ができました。パーティーの話を聞いたら絶対姉も羨ましがりますから。今日はこんな素敵なパーティーがあるなんて予想もしてなかったよ。準備大変だったでしょう。ありがとう。最高のパーティーでした。いや、喜んでもらえてよかったよ。準備も楽しかったですしね。ナンジュの思いつきもたまにはいい方向に行くね。そうでしょそうでしょ。ナンジュはもっともっと楽しいことを思いつくわよ。だからみんなで素敵な思い出をいっぱい作りましょう。じゃあ次のパーティーやライブの相談をしようよ。ピクニックとかお出かけもしたいな。ゲーム大会したい。どれも最高ね。全部やるわよ。